ちゃんともチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日ご紹介する木は、青年の木、ユッカになります。よろしくお願いします。これはですね、起業した時にね、いただいたユッカになります。花言葉はね、颯爽、偉大とか、いうのが花言葉になっております。でね、これね、ユッカ、金運、仕事とか勉強運、邪気払い、ポジティブ思考にさせる力を持っております。金運っていうのはね、この枯葉はね、悪い気を呼び寄せるいうことでね、結構こう切っていったんですけどね、結構ね、邪気を吸うてますね。水もね、ほんとんどね、あげてないですね。ちょっとこう、土の湿り具合をね、確認しながらね、まあ、あげてるんですけど、1週間、2週間に1回ぐらいですかね。これ、ポジティブ思考にさせるっていうね、葉が長く伸びれば、風水効果も長く続きやすいということでね、こう、ピーンって頑張ってるのもあれば、ちょっとターンとなってるのもあってね、そろそろ栄養をちょっと上げないといけないかなと思っております。まあ、置き場所に関しては、1、玄関、2、ベランダ、3、書斎って言ってね、置き場所によってね、役割が違うということでね、僕は事務所の方に置いてるんですが、玄関ね、邪気払いとかね、金運を上げるとかね、ベランダやったら悪い気を浄化させたりとか、書斎やったら作業の生産性を上げるということでね、まあ事務所のね、この作業の生産性を上げるというところにね、これもう一個ね、もう一個は玄関の方に置いてるんですけど、これ二つあります、ユッカ。方角でいいところは北東、鬼門になるところですよね、健康運。西と北は金運。東は仕事運。玄関がね、東になるんで、仕事運になるんかなと思っておいてます。それから、これは、西かな。西に置いてます。金運ですね。まあ、本当に置く場所によって、全然違うんで、まあ、自分のね、今の仕事の状況であったりね、健康の状況とか、ね、もちろんプライベートであったりとか、まあその状況に合わせてね、置く場所を考えてもらえたらなと思います。いや、結構ね、水あげてないんですけどね、結構枯れてきてるんですよね。ちょっとショックですね。まあ、枯れてんのは一旦ちょっと止まってはいてるかなと思うんですけどね。あんまりね、水あげすぎてもあかんしね。難しいところですよね。だから、ここの土にね、割り箸を一日刺して、湿気てるかどうかっていうのを確認して、本当に乾燥してるかどうかっていうのをね、確認して水をあげていかないと、もうちょっとでも湿ってたらね、そこにぐいぐい水をね、あげちゃうとね、枯れちゃうんでね、油断できないんですよね。まあでも、やっぱ緑があるとね、落ち着くというかね、癒されますね。まあ購入するときはね、まあいろんな観葉植物あるんで、いろんなね、動画も上がってますんでね、自分のね、好きな観葉植物とか興味のある植物をね、購入していただけたらなと思います。今回は青年の木のユッカになります。本日はこの辺で動画終了させていただきます。いつもご視聴ありがとうございます。また、ご登録、コメント、高評価、グッドボタン、よろしくお願いいたします。失礼します。